Hey guys, it's Aren. 皆さん、こんにちは。和京のアレンです。今回この動画では、カタンインターンシップについてお話ししたいなと思います。カタンインターンシップって何？って思った方、本当たくさんいると思いますが、前回の動画で、そもそもアレンがなんでミャンマーに来たのかってお話をしたときに、その中でカタンインターンシップを通して、そのきっかけでミャンマーに来たって話をしたんですが、そのことを聞いて、カタンインターンシップって何？アレンってカタンインターンシップって何をやってたの？っていう声があったので、少しミャンマーとは余談なんですが、ミャンマーに来るきっかけとなったインターンシップについてお話ししていきたいなと思います。そもそも前回の動画と少し被るところはあるんですが、アレンがミャンマーに来た理由っていうのが、このカタンインターンシップっていうインターンシップをするためにミャンマーに初めてヤンゴンに訪れたんですね。で、まずカタンインターンシップのカタンって何ぞやって話なんですが、皆さんモノポリってご存知ですか？モノポリってボードゲームで戦略ゲームなんですが、 100% 戦略、もうすごい頭のいい方が勝つってゲームなんですが、カタンはそれと少しモノポリとは似てて、違うところが半分戦略半分運っていうところで、しかもこれドイツ発祥、ドイツ生まれのボードゲームで、もちろん運が半分あるってことから、すごい小学生の方から大学生、大人、本当に社会人の方まですごい対等にプレイできるっていう、すごい素晴らしい戦略半分運半分のボードゲーム、それがカタンなんですね。で、実際にあれもカタンって何なのってか、ボードゲーム自体もそもそもやったことがないっていう感じだったんですけど、実際にカタンインターンっていうのをミャンマーであるっていうのを知って、どういった理由でもいいので、とりあえずミャンマーに行くことが大事だな、でこのインターンを通してミャンマーっていうのを知ることが大事だなって決めてたので、本当にどういったインターンも、まずカタンすら分からず、とりあえず現地にミャンマーに赴いて、でそこで初めてカタンのことを知り、現物カタンをこう手にし、ルール説明を受けて、ルールを分かって実際にプレイしてみてって感じで、すごいカタンについて何も分かんなかったんですね。で、このカタンを通して、アレンが実際インターンシップでどういったことをしなきゃいけないっていう、この MIT、もう絶対にこれを成し遂げてくださいっていうのが、この9月月末に、このカタントーナメント、カタンのイベント、大きなイベントを開催するっていう、それの集客をするっていうのが、アレンのカタンインターンシップの、この仕事というか、やることだったんですね。だから普通のインターンシップっていうのは、この会社の、9時から5時までこういった仕事やってくださいとか、でお昼時間が何時とか、こういった感じですごい細かく決められてて、自分のオフィスがあって何時間働くって決まっててっていう、すごいなんか面倒を見てもらってて、でその会社の一部を手伝う、実際に会社員として働くっていうのがインターンシップ、ほとんど皆さんが思いつくようなものなんですが、このカタンインターンシップっていうのはすごく、世界初っていうふうに言われてるというか、そういうふうに勝手に思ってるんですが、カタンインターンシップっていうのはまずどれぐらい働かなきゃいけないというのは決まってないんですよ。もうベストを尽くして働かなきゃいけないっていう風になってて、昼時間も固定されてね、自分で取れる時に取ってくださいっていう形ですし、本当にもう寝てる時以外は働けって、すごいスパルタなインターンシップだったんですね。で、このカタンインターンシップで、すごいいろんな方に会って営業するわけなんですが、そもそもまず自分がカタンを知らなかったので、カタンを知る勉強から始めたんですね。で、カタンを広めてる側なのに、経験値も10回もカタンやったことないし、すごいアレンカタン弱いので、カタン弱い人にカタンを勧められてもってことで、すごい勉強もしたんですね。どうやって稼ごうかなってことで、でいろいろいろんな人に会っていく中で、カタンって日本人の方も少しの、本当にヤンゴンに日本人若干目やってたんですけど、そんな数が多くない、母数も多くないってことで、どうしようかって考えた時に、外国人の方だったらカタン知ってるんじゃないかってことで、特にドイツ人、もちろんドイツ発祥ってことで、ドイツ人を中心に攻めていこうっていうふうに考えて、で外国人と出会える場所どうかなって考えて、前回の動画でお話ししたムンドリンゴっていうイベント会場に行ったんですね。ムンドリンゴに行って3回4回ぐらい合計行ったんですけど、みんなこうお酒飲みながら、こうすごいなんか初めましてってか、どこどこ来ましたって自己紹介して、こう仲良くなろうとか、人付き合いを新しく人間関係構築するために行ってるはずが、自分だけこうガサガサ肩持って行って、あ、すいません、日本が来ました、肩の営業してますって感じで、実際にムンドリンゴで肩を広げてやらせて、どう、面白い、もっとやりたい、じゃあこのイベントどうって感じで、もうそんなことをずっとやってて、でそれで肩ってこのボードゲームをやってる、このボードゲームカフェとかっていうのも営業に行ったりして、それでそこからまたお客さんを集客して、
ていうのをやって、まあ、結論から言うと、まあ、月末までに50人ぐらい結局集めきれたんですね。集めきれて、でそこで本当に教訓というか、まあ、全く片インターンを通して分かったのが大きく分けて本当に一つあって、ミャンマー人のリップサービスっていうのはすごく困ったんですね。リップサービス何っていうことなんですけど、ミャンマー人ってすごい優しいので、あ、行くよ行くよ、カタンいいね、カタンのイベント行くねって言って、ドタキャンとか連絡しても、あ、忘れてたじゃないですけど、すごいもう会った時に行くよって言うんですけど、実際に来ないんですね。もうほんと口だけじゃないですけど、リップサービスって言って行くよ行くよって言っても9割ぐらい来ないんですよ、本当に。なのでこの9割来ない、まあ、リップサービスですね、それに50人集めてこいってインターンシップであって、この50人って集めるすっごい大変だったんですね。それで逆に、あ、この片インターンシップを通して、あ、ミャンマー人って優しいんだけどリップサービス、この行くよって言っても行かないとか、この口だけのところもあるんだなっていう、まあ国民性じゃないですけど、そういったところも気づいて、まあ、そういった感じのも分かったインターンだったんですね。でこの片インターンを通して本当にいろんな方と出会って、そこでまた見えてきたいろんなミャンマーの面もあって、例えば本当にあのカタンって、もちろんカタンをする人って大体英語話せるんですね。なので、まあ、営業してる時に英語で営業できたので、そこにミャンマー語を話せないかっていうとかなかったんですが、逆にこのカタンの営業を一人でやってるもんですから、それも逆にカタンっていいよって他のミャンマー人が勧めてくれて、でまたそのミャンマー人他のミャンマー人に勧めてくれて、それでまたなんかこの子もカタンやりたいんだけどとかって形で、お客さんがお客さんを、新しいお客さんを呼んでくれるっていう、なかなか日本ではすごく珍しい、そういったのが実際に起こって、それもすごい1週間のうち何回も何回も来て、で勝ちのこの積み重ねで結局あの目標の50人達成できたって感じなんですね。まあ、すごくなんかどこ探してもこういったインターンないと思いますし、これからもこういったインターンっていうのは、まあまさかヤンゴンで、ミャンマーのヤンゴンで日本人がたった一人で英語でカタンっていうドイツ発祥のボードゲームの営業をしていると、もうすごいバズるような、そういったことはなかなか、そういったインターンはなかなかないと思いますが、そういったインターンのおかげでこう、まあ、そういったのを通して、まあ、ミャンマーのことを知れましたし、ミャンマー日本人の方ともたくさん出会うことができましたし、まあ、そういったおかげで、まあ、ミャンマーに本当そのきっかけでミャンマーに来ることができたっていう感じで、まあ、そういった本当にざっくりなんですが、こういったカタンインターンをしてました。で本当にこのカタンが終わってから、まあ、マンダリンと話して、じゃあ実際に和教をやりたいねってことで、今はカタンでなくて和教をやってます。はい。で実際になんかあのミャンマーに来て、あのカタンっていうと多分知ってる人、多分自分のこと知ってる人いると思うので、もしも自分のことがイコールカタンっていう方もいるっていうぐらい、すごい日本人の方にはカタンって通じてるとは思います。まあこういった形のカタンインターンっていうのをアレンはミャンマーでしてました。でもしもあのまあなかなかないと思いますが、ミャンマーでインターンしたいとか、ミャンマーに留学したいとかっていう方がいれば、あのアレンの知り合いとか友達にもたくさん留学した方だったりとか、インターンの方ともつながったので、ぜひそういった面でもアドバイスできたりとか、ぜひ皆様の協力できるかなと思いますので、ぜひコメント欄だったりとかホームページからあのお問い合わせお願いします。ぜひ皆様のミャンマー進出というか、ミャンマーに来ることにあたって、まあ、留学だろうが、まあ、いろんなインターンだろうが、いろんな形で来られると思いますが、旅行でもいいですし、いろんな形があると思うので、そういった一人一人に対してミャンマー和教からあのサポートできたらなと思いますので、ぜひお問い合わせの方から連絡お願いします。これからもあの、まあ、片インターンだったりとか、まあ、いろんな自分の経験というかキャリアというか、そういったのも、まあ、あのシェアしていきたいなと思いますので、ぜひお時間ある際に見てみてください。よろしくお願いします。では失礼します。たったー。